皆さんご機嫌いかがですか。 CGN TV も信仰と人生の時間がやってまいりました。毎週この時間、皆様に素敵なゲストをお迎えして、そのゲストのお方の信仰のご生涯、そのことについていろいろ楽しいお話を伺ってまいりましたが、今日は皆様方はおそらくご存じない方はどなたもおられないと思いますが、PBA 太平洋伝道放送伝道協会の名誉会長であります村上信一先生、先生は今日、本年の11月の20日から22日まで日本武道館で持たれます、セレブレーション・オブ・ラブ・ウィズ・フランクリン・グラハムというですね、長いこのタイトルの素敵な大会がありますが、その会長をお仕受けくださっておられます。その先生の今日はお話を伺いたいと思います。先生はこの恵みを受け継ぐというこういう自叙伝を書きになっていらっしゃいますが、お読みになった方もすでにお読みになるかもしれませんが、今日はお読みになった方もお読みにならない方も生に先生のお話をいろいろ伺わせていただきたいと思います。今日は先生、お忙しい時時間作っていただいてありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。先生とこのような、対談をさせていただく、長い間の先生との交わりですが、何か、お見合いをするような心境で。そうですね。随分いろんなところでご一緒させていただきながらね、こうやって対談というのは初めてですね。楽しみに今日はこの時間を待っておりましたが、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。先生、早速ですけども、この度はですね、11月の20日、21、22と、日本武道館で、21世紀を迎えての、なんて言いましょうかね、最初の大きなイベントというか、これをまた展開することになりますが、先生はその大会の会長ということでご出席をお願いいただいてありがとうございます。先生のその何て言いますかね、ご抱負、またこの大会に臨みます昨今のお気持ちなどからちょっとお話を伺いたいと思いますが、会長などというそういう器でない、本来は先生がなさるべきだったんですけど、こんな形になりましたけども、でもこれは神様がこの日本を愛して日本に与えてくださった大きなチャンスだというふうにね、思いまして、ずっと日本の教会もなんとなく閉塞感がというふうなことを言われたりしてますけども、これは日本の教会に対する大きな刺激といいますかね、もうみんなで一つになって力を合わせて宣教のために立ち上がろうという、あちらこちらの教会を回っていらっしゃる動員チームってありますけど、その方々 もう日本の教会は今鬱的なのかしらっていうようなね、おっしゃり方をするような、でもそうではないですよ、こういう機会を神様がお与えくださったんですから、力を合わせてこの閉塞感を打ち破るような機会とさせてもらおうじゃないですかというね、ですからその会場に4万人以上の方たちが集まっていただく、そこで福音に扱っていただくけども、そのことの前に教会員が燃えて、そして与えられたこの機会を生かして
あの方、この方、なんとかお導きしたい、救いたいという方々を案内する、そのために祈りを積み上げていく、自分自身もそこできちんとカウンセリングができるような備えをさせていただく、ですから始まる前にすでに教会の中で今ちょうどそういう研修会ようなことがなされていますけども、整えられて、信徒が整えられて、そして信徒自身が救霊のために燃えて、人々のために祈り、人々を導くことを考え、そしてその結果としてあの会場にいっぱい多くの人々が、集ってこられて、そしてイエス様の救いに預かる方たちが目の前で起きていくという、その光景は私たちにとってね、前にも何度かグラハム先生を通してそういう場面を見せていただきましたけども、今度もそういうふうにして本当にイエス様の救いの招きに応じてこの恵みを預かる方たちが起きていくという、そのことを見せていただくことは教会にとっても大きな励ましだと思いますし、教会がこの機会に一生に力を合わせてやればできるんだという、これで終わりではなくって、この後も続いて一緒に力を合わせてやっていきましょうよという一つのきっかけになればいいな、そういう思いがありますね。今先生のお話の中にありましたように、日本の教会がある面では特定な教会が祝福を受けてどんどん成長しているというようなケースもないわけではないですが、概して全体から言うと、本当に先生閉塞感とおっしゃってくださいましたが、何かこうそこにですね、覆いがかぶっちゃったみたいな、あるいは前にこう大きな壁というか、山が築かれてしまって、そこをなんか越えられないというね、そういう行き詰まりがあったわけですが、かつて加えて非常に日曜学校の子どもたちの数も減る、青年たちは教会離れする、そして年を取るということは決して悲しいことでも何でもないですけど、しかしながら、高齢者の身が教会に、居残るみたいなね、そういうことが加速されている、かたや日本の社会の状況から言えば、政治的にも、経済的にも、あるいは教育面でも、いろんな面で問題が多い、家庭の崩壊とか、夫婦の離婚だとか、親子の断絶とか、あるいは、不登校引きこもるとか、さあでは、自殺とか等々ね、そういうようなことに対して本当は教会が、教会こそが、最も活躍する、そういう時代を迎えているに変わらず、その逆な側面を見せられる中でですね、この度のこの武道館を会場にしての大会が本当に先生おっしゃるように祝されて、教会自体が力をつけて、そして新しい魂が次々救われる、しかもそれが持続できる、そうなったらなんて幸いなんでしょう ね。これは神様がお与えくださったチャンス、機会だと思いますので、聖書の言葉にありますように、この機会を十分に生かして用いなさいってありますから、本当に活用させていただかなければならないと思いますよ ね。 そ, うですね、そういうことから思うとですね、前のグラハム先生を迎えて、フランクリンのお父様の、ビリー・グラハム先生を迎えての後楽園ドームの、あのことから見ると、あれは一夜にして5万、6万という、そういう大改修を集めた数日間、そのことから見ると、今回はね、本当は小さすぎるという思いがするんですけども。そうですよね、この東京、大東京に向かってね、たった4回の集会で、そして1万人しか入れないというふうな、せめてものこのところに多くの方たちが今からですから教会を通して申し込まれて、いつ行っても入れるということではなくてね、入場整理券を求めていただいて、そして入っていただくということになっているわけですから、これをご覧の方もね、今からでもというふうに申し込んでいただけると、ある面では、
密度の高い方々が、はい、そうですね、用意された魂がそこにお集まりになられて、はい、そして、深い何て言いましょうかね、そこに、取り扱いをお受けになられて、はいはい、そして、一人が、何百何千に届くような器がそこで起こされるというと、はいはい、そうですね、それはもうある面では前の大会に勝る大きな日本への祝福ということになりますね、はいはいはい、そういう面では本当に質のある、そういう方々がね、導かれてそこでまた新しい恵みの経験をして新しい世界が始まっていく、また教会も新しくされていくのではないか、そんなふうに期待されていますけどね。そうですね、はい、参加しなさる教会の数も教団教派を超えてです ね、はい、そうですね、多くのところがご参加いただけると、はい、そうですね、嬉しいですね、まあ、それにしても先生はその総帥といいましょうか、全体を仕切ってくださる大切なお方でいらっしゃるので、まあ、先生のご家族やご活躍とともに、先生のご健康体力含めて、豊かにお支えをいただくように、小さなものですけどもご一緒にお祈りさせていただきたいと思います、はい、ありがとうございます。先生のお力が本当に私にとって大きな支えですので、ありがとうございます、まあ、そういう先生でいらっしゃいますが、先生のですね、はい、今日はご存知の方も多くおられると思いますけれども、改めてこの番組を通しながら、全国のあるいはこれは全世界で視聴なさってくださっているんですが、そういう方々に村上信菱というこの神の器はいかにして核あるかみたいなですねことを短い時間ですけども、はいはい、お聞かせいただきたいと思っております。そうですか。まあ、私の名前が信道っていうね、道を述べ伝えるっていう意味の、はい、名前で、でテモテの第二の手紙の4章の2節に御言葉を述べ伝えなさいという言葉ですね、でずっと前の聖書の訳にはその道というところに御言葉っていうルビーが振ってあって、そして述べ伝えなさい、ですから道っていうのは御言葉っていうルビーがあって信道、御言葉を述べ伝えなさいと、そういう意味で名付けられて、父が牧師でしたから、ですからまあ小さい頃から自分も大きくなったらお父さんのように伝道者牧師になってという気持ちをずっと持っていました。先生はお生まれになられたのがどちらでしたか。生まれたそれ自身は満州なんですけど、育ったのは青森県と、うん、そして山形県で、うん、で青森県にいた時にいわゆるそのホールネス教会に対する弾圧があって、そして父が留置させられて、うん、それから教会が閉鎖させられて、で追放という形で山形県に、まあ、行ったんですね。ですから、うん、戦争の弾圧時代を少し記憶の中にね、なるほど、あれは昭和17年の6月26日、はい、まあ、6.26 事件じゃないですが、ね、はい、あれも 6.26、はい、あの時にお父様は、はい、まあ、一線の伝道者でいらっしゃって、はい、弾圧を受けになられた、ね、はあ、検挙されてリアカーで本屋なんかみんな運ばれていったのを私も見て、先生ご自身もそのことのご記憶がおありになるんですね。そうですね、私もだから道を歩いてても、あれは新聞に出たりしましたので、学校でも話題になったりして、学校の先生も村上のお父さんはスパイではないと思うけど、うん、新聞出てましたねって、うん、あの当時スパイっていう言葉ほど怖い言葉はなかったんですけどね、ですから国賊とかね、言われたり、そうです、非国民国賊って言葉が一番怖かったですよね。先生はその時何歳ぐらい。小学校の3年生。はい、それこそいじめの対象になると、まさに違ったいじめでね、街歩いてても、その石を投げられて、
正しいんですよ正しいんですよっての賛美で路傍伝道してましたから、うん、みんなあのメロディ知ってるんですね、うん、で、ヤソを信ずるバカ者はみんな食ったばれって言ってですねあの頃キリスト教のことヤソって言いましたね、ヤソを信ずるバカ者はってだから石投げられてで家に帰って行って今日は石投げられたって母に言ったら、うん、イエスがおっしゃったよね私のために恥ずかしい思いをさせられて馬鹿にされたら喜びなさい天国で報いは大きいですよって、うんうん、だからいじめられたらいじめられた分だけご褒美が増えるのよって言われたんですよそう言われてどうでしたか、納得しました、結構ね、うん、今日ご褒美増えちゃったなんて帰ってきたりしてですねなるほどねやっぱりお父様お母様の祈りとあるいは、まあ、そうして日頃の、教えが子供ながらに染み取ってたというそういうのはね、あったんですね。ですからあの私の希望という作文を書いた時に私もお父さんのように悪魔に妬まれて、うん、牢獄にぶち込まれるような立派な伝道者になりたいって書いたんですよで学校の先生もびっくりしちゃって牢獄を志願するやつもいるかねってそうだけどみんなに言ったですね誰か村上のようにの自分の信じているこのことのためだったら、うん、牢獄にぶち込まれてもっていうふうに言える人がいるかってみんなに聞いて、うん、誰もいませんよね、うん、これから村上をバカにするのはやめろって先生が言ってそう先生は密かにキリスト教会に対して好感とある面では大変お父様たちに対しても崇敬のお気持ちを持ってらっしゃったんでしょうね。ちょっと違うかなって思われたかもしれませんですけどね。先生はご兄弟は何人で？兄弟は妹3人、うん、幸い今あのみんな牧師夫人になってあのいますけど、まあ、あの子供たちも父母の背中を見てって言いますかね、この生き方が一番最高と。ですけどね先生ね、戦争があって教会が閉鎖させられて、うんうん、集会をしてはいけないという時期がしばらくあったり、父も軍需工場に働かされたりという時期があったり、そんなこともあったと思うんですけど、だんだんとその中学2年生ぐらいってちょっと反抗期でありますよね、うんうん、で少しこういろんなことを考えるようになって、うんうん、空白がありましたからね、だから本当に神様がその頃教会閉鎖をされて、そうなんですね、礼拝をまともには持てなかった、してはいけなかったんですね、うん、で、あの頃、まあ、その特攻とか、うんうん、変装した、刑事みたいな人が見張ったりしてましたからね、いわゆる特攻刑事というかね、はい、鬼のように怖いというか、そうですね私なんかもなんかサイドカーに乗せてもらったりして、うん、喜んでたんですけど、うん、いろいろ聞かれてたんですね、お父さんの一日の生活もなんとかとかね、こっちを知らないからいろいろ喋ってたんですけど、乗れざってそうそうそんな時代でしたけども、うん、でも そのままこう順調に行ってたらよかったんですけど、うん、ちょっとこう反抗期みたいな頃に本当に神様が、うん、おられるのかな、どうしてこんなことになったのかなとかいう疑問を持った頃に、その学校で、科学でどうやってこの地球ができたかとか、そういう話が出てきた時に、俺天地万物を神様を作ってって教えられてきたけど、なんか違うのかなというふうな思いを持つようになって、そして調べていうのと思ってですね、万有科学体系って百科事典を学校から借りてきて、で一生懸命調べたですね、でどこにも神が天地を作ってなんて書いてませんよね、あやっぱりうちの親父はこういうのを勉強しなかったからバカみたいに単純に言ったら神様からって言ってんじゃないかと思い始めて、で神様は困った時に神様はお願いしますってのがいいんですけど、いつも神様が見てらっしゃるとなんか不便で都合悪いなって、牧師のうちに生まれてなんか窮屈な思いもどっかにあって、みんなは自由に何やってもいいのに、私は神様が見てらっしゃるからって思いながら生きるっていう、なんとなく不便で都合悪いように思って、もしも神様いなかったらもっと自由にみんなと一緒に何でもできるんじゃないかって思ってた頃に、こういろいろ自分なりに
を調べて、はあ、神はいない本当は、うん、いない方が都合がいいと思ったもんですから、うんうんうん、いないとこう決めてですね、うんうんうん、神はいない、これ俺も自由だとか変な自由がですけどね、なんか解放されたような思いを思ったことがあるんですよ。なるほど。で一緒にしてた友達にも、うん、山形県におりましたけどね、うん、俺いろいろ調べてみたけど神なんかいないって分かったから心配すんなって言ったんですよ。そしたらだがってんで、だよって、うん、いや僕のこのお前が言ってんだから、うん、まずがエレガンベなって言って、いや、もうよ、牧師のこと俺が言ってんだから間違いねえって、俺もだと思ったんだとか言ってね、せっかく来てたのに来なくなったんですよ、みんな。だから本当に最悪、それが中学の頃から。そう、いつ頃までですか。それが中学の2年、3年、高校1年、高校2年、高校3年の夏までですね。だから自分長い中学生から、あれがもう恥ずかしい話ですけど、気がついたら万引きの仲間にいて、初めはバンだけしてたんですけど、そのうち自分でもやってみたりして、でそれをうまくいくと変なスリルがあってですね、こんなこと言っちゃいけませんけど、それで本当にもうどうなるかと思うようなところにまで落ちていって、時々こうちらちらとこれでいいのかなとか、咎めを感じることもないまま、むしろその中にだんだんと、でも、本当に神を抜きにしたその人生って何なんだろうってだんだん考えるようになっていきましたですね、うん、非常に虚無的な気持ちになりましたけど、うんうん、で牧歌長が言った、その地上における最後の征服者はウジ虫だって言ったいうね、うん、そういう言葉、もし神がいなかったら人間は普通の動物と同じで、やがて名声があっても何をしてても屍が良くなって、それを征服するのはウジ虫だとしたら何にも意味のあるものはないではないかっていう、そんな虚しい中で、変な話ですけど自殺まで考えて遺書を書いて、でもう自分の生きる意味も価値もない、うん、そして牧師の子供でありながらこんな思いを持ったり反抗したりしている、うん、自分自身はもうこの世にいない方がいいって思ったりしてですね、遺書、うん、まで書いて、死に場所を転々と探した。山形県の長井というところですけどね、そんなような中でしたけれども、うんうん、でもやっぱり精神的には行き詰まって、どこにも希望がない、生きる意味も価値も目的もわからないっていうふうな、そういう思いの中にいた時に、そして私はもう全世界の人が救われても許されても私は許されないんじゃないか、自分自身はもう本当に今更神様救ってくださいって言ってもダメなんじゃないかというふうな思いがありました。ある時に、家に帰らないで、そして、いた時、母が私の帰りを待って一晩中家の前でずっとこう待っていたんですね、で朝の4時5時、になっても母はずっと立ってたんですけど、5時半になって家に帰って食事の支度をするためだと思うんですけど、で私が入ってたと思って、そして裏から回って戸を開けたら母がそこに立っていたんですね。で何言われるかなと思ったんですけども、何も言わずに母は私をぐっと抱きかえてですね、寒かったらお前って言ったんですね。自分寒かったんですね、外にずっと立てた一晩中、でそしてお前寂しかったんだね、お母さんの愛が足りなかったばっかりにごめんね、のぶみちって言って私をぐーっと抱きしめたんですよ。そしたらもう本当に体が溶けていくような思いがして、違うよお母さん、違うよって言って、もう泣くしかなかったんですけど、でもその時に
イエス様って言って母が祈ってくれて、イエス様は十字架の上で父を彼らを許しやってください、そうなすところを知らないでいるからですって祈ってくださった祈りは、信道のためでもあることを信じますって言って、その時にああそうか、神様は価値のない私みたいな、誰が救われたものを許されても私みたいなものは許されっこないとさえ思っていた、そしていろんなこう何て言いましょうかね、劣等感を持っていて、私みたいな生きてる意味も存在も価値もないと思っていた。でも神様はそのままの罪人のためにあの十字架で祈って命を投げ出しくださった。母が私を何も責めないでそのまま受け入れてくれたように、神様は私を受け入れて迎え入れてくれるんだっていうことが分かったんですね。なるほど。で本当に自分の心の中にあのこう変化が起きていって、私は愛されている、全世界を創造されたこの方が私を愛してくださっている、でもう何もいらないと思いましたね。これさえあったら私は生きられるって、で自分で本当に何の意味も価値もない人間でも、私の目にはお前はここで立っといて、嘘でしょって本当に言いたくなるようなものでしたけども、そうでも、人はどう思っても、お前は自分のことをどう思っても、私の目にはお前は命を捨てるほどに大事な存在だと分かった、その時から本当に、人生観、生きる意味、生きるエネルギー、それのものが全てこの愛にあるということをね、経験させていただいてね。なるほどね。今度のセレブレーションでも、そのキリストの愛が、あなたの新しい人生をね、あなたの人生を変えるっていう、まさにこのキリストの愛があれば分かれば変わるって、これ本当だなって自分自身が。それが高校3年生、ね、3年の時ですね。そうでしたか。それじゃあそこでもって、もう見事な、まあ、信仰への感覚という以上に、そこでこそ先生の生涯におけるもう本当に真の問うた、そこに命がまさに注ぎ込まれたクリスチャン生涯がそこから誕生したと言ってもいいですね、そうですね。本当に8月に洗礼を受けて、9月に新しい学期が始まって学校行きましたけど、みんなこう会うと、なんか面白くねえな、なんか面白いことねえかな、でがんべなって言うと多くの言葉で、でも私は会った時に、なんかいつものように面白くねえな、なんか面白いことねえかなって言った時に、あるあるって言ったんですよ。で何面白いことあるよ、一緒に教会来てみろよって言って、友達を何人も教会で、お前変わったな、どうしちゃったんだろうって。私前に女性とか手紙もらったことがあってあなたを見てると、こっちまでもが生きていくのが嫌になってしまいそうですし、あなたの生き方を見てると、なんとかしてくださいって女性とか手紙もらったことがあるんですよ。それぐらいそのニヒリスティックな、何面白くて笑ってんだよ、何よりで一切こう人生が全て虚しいよっていうふうな思いで接していたものですから、それが生き生きして、いや面白いことはあるよって、人生に生きる意味あるよって、来てみろよって言って、そして何人も教会に来てですね、それでイエス様を信じる人が、洗礼する人が起きていったという。先生がさっき中学生になった時、空白があって、そういう中で本当に神様がいるんだろうかとこう思い始めた時、急に会議が入ってきて、そして、この、科学の本を読んだり何かした時に、やっぱり、神なんかいないんだと、こうなって、そしてお友達たちに、おい神なんかいないんだぞと牧師の子供が言うんだから本当だぞとこう言った、その先生がね、今度高校中学を経て高校のしかも、終わる頃になった時、急変してですね、今度神様がいると
面白いことあるぞと、うん、牧師の息子が言うんだから本当だぞと、そう今度は別の意味でね、おばあが言うんだから本当かもしれないって今度は逆の意味でね、なるほどね、本当にあのやっぱり神様のなさることだなと思いましたね。なるほどね、はい、それから先生はどういうふうにこの進路が、そうですね、もう洗礼を受けて10日ぐらいした時に、うん、そのメッセージの中で主のようなりっていう、主がおいるようですってロバの子の話を聞いた時に、私はだいたいこう口下手で人の前で話したりとかなんかするのがもう一番苦手っていうふうに思っていましたから、いや伝道者になるのは私はでも向かないかなって思っていた、でも神様はイエス様はサラブレッドではなくて、うん、どんくさいロバの子に目を留めて主がおいるようだっていうふうに、それが非常に運の心に残って、ほう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 、なるほど、で、うん、ロバはイエス様を背中に乗せて、そしてイエス様を紹介して歩いたんだ、でイエス様を紹介するだけの、うん、そういう役割なら私でも果たせるのかなっていうふうに、その主のようなりっていう言葉が私みたいな役に立たない、もう本当に劣等感の塊みたいな人間に、でもロバの子に声をかけてくださったイエスのは、私にもお前にも用はある、うん、役割はあるよって、むしろ使ってあげるよっていうのはね、うん、でなんかもったいないことではありますけど、もうこれしかない、こんなどうしようもないものを愛して救ってくださったイエス様、この方のために命を懸けたいと思うし、うん、で他の人たちもあんたも愛されてるんだよ、あんたも愛されてるんだよ、あんたも愛されてるんだよって、これを人々に伝えなきゃっていう気持ちになって、うんうん、なるほど、自分ができるできないじゃなくて、うん、イエス様 お従いします、うん、お使いくださいっていう、そんなような思いで献身を表明した、そしてもうすぐに次の年東京聖書学院のところに入って、うん、なるほど、献身者としての道を歩み始めたんですね。なるほど、そうですか、はい、うん、誠に鮮やかな華麗な転身という話がありますけれどもねえ、かつてはもう小学校の時、お父様たちが弾圧を受け、自分たちもそれが及んで、みんなから石を投げられても お母様が石を投げられるようにほどイエス様のためになったら、それは神様からのプレゼントは大きいんだよと、祝福大きいんだよと言って、まともに信じて、今日もたくさんご褒美もらったわよと言ってたね、それがドーンとこう言って、もうどこまでもどこまでも、そして見事な浮上をしたんですが、お話を伺っていながら、はい、その牧歌手じゃないけどもそういう虚無的になって、もう自殺まで考え、遺書まで考えた、その時の先生のご心境っていうのを先ほどお話で伺いながら、どうだったんだろうと思った時に、ふっと私の中に読みた思いはね、あのほらユダがイエス様にお仕えしてたにもかかわらず、はい、何事かでもって、いやこのお金が欲しくなって、はい、金塊30枚で譲り渡しちゃった、その罪を犯した時の自分のことを分かった時、もう彼死のうと思って、はいはい、まあ、彼はとうとう自殺まで行っちゃったわけですが、はい、なんかこうユダと自分とオーバーラップするみたいなことはなかったんですかね、はい、あ本当ですね、私はだからユダにはなるまじっていう歌がありますけど、もうユダになっちゃってるのかなと思って、ですからまあ哀れ意味でその自殺まで至らなかった、うん、寸前に止めていただいたと言いましょうかね、そして神様の愛にね捕らえられて、まさに命拾いをしたという思いですね、ですね、それだけに今度は使徒パウロではないけども主の弟子たちを殺害しようとする、まあ、言ってみればイエス様に対する最大の敵対行為をした、はいはい、そんな彼がダマスコ途上でイエス様に出会ってですね、はい、それも愛され許され
しかもそんなものが異邦人伝道の宣教者として、はい、証明を受けたという時に、はい、彼はその愛の中に全くこう包み込まれて、この愛から話すものは何もないんだとこう、はい、ロマ書で書いてるような、はいはい、そういう彼になってですね、私は罪人の頭だと、はい、だからそんな自分が許されて核があるんだから全ての人が救われないはずがないというんで、はい、あの力強い、はい、あの偉大な宣教者になった、はい、何か今度は先生は人パウロのようないやいやそういう素晴らしいお取り扱いを受けられた、そんな感じも私は受けましたね。 ありがとうございます、とても、ね、おこがましいようなことではありますけども本当に、どん底まで、落ちたものであるだけにそこから引き上げていただいた、それも見捨てずに救っていただいたという、その恵みの喜びですね、それで今日までも60数年経つわけですけども、その感謝の思いと、そして、だからこの 主にお仕えしたいという気持ちと、この愛を人々に お伝えしなきゃという気持ちと、これは変わらないですね。なるほどね、そのことによってもう本当に何て言うかしら、徹底的に主は先生をご自身の尊い御用のためにお使いになるためにもう捉え切っちゃったというかしら、もう骨の髄までイエス様を染み込ませてしまったというか、今使徒パウロのようだとおっしゃいましたが、先生はアメリカに、しばらくご留学なさったこともありましたりしましたが、そうですね、四国で初め2年ぐらい、開拓伝道、そして上野というところで10年牧会させていただいて、それからもう少し伝道と教会形成ということについて勉強したいなという気持ちもあってアメリカに行って5年、おりまして、少し勉強させていただきながら学生牧師として向こうの日系人の教会で牧会させていただいて、それがまた大きな私にとって励まし祝福 で、その方たちが私が日本に帰るにあたって、このサポートして、で私たちの代わりにじゃあ日本で伝道してくださいと言って送り出してくださったんですよ。逆選挙士のようになって、そうなんです、ね、で一応そのあるジェームスという団体の、協力宣教師っていう名前をもらって、そして初めは向こうの北米の教団とそのジェームスとで私をフルサポートしてくる、なるほど、で日本に帰ってきて7年間ですから教会を持たないで羽鳥先生や本田先生のもとで総動員伝道という働きで日本中を回って歩いて、はいはいはい、それは私を送り出してくださったあの日系人の方たちの気持ち、その思いを背負いながら、あの方たちの代わりに、あの方たちがどんな日本を愛して日本のために祈ってそして捧げてくださっているかという、その思いを少しでも変わって応募させてもらいたいという気持ちで、当時としては日本全国というぐらい行かない県はなかったです、全部の県で、その後放送伝道というふうに関わってなおさら日本全国のつながるようになってきましたけど、それはやっぱりアメリカの方たちが、の日系人の方たちが祈って支えてくださったことが大きなまず端緒となって、なるほど、でその後は教会を持たせていただきながら、やっぱり牧師という立場でまた諸教会に使える、長教派の働きに使えるということも大切だなというふうに思って、坂戸教会の牧師を、あれは先生は開拓をなさったでしたか、前にどなたかが、その前には中野先生が開拓してもらえて、ベースはあったんですね。なるほど、そこへ中野先生に私の代わりにみたいにアメリカに行ってくださいって言って、先生がアメリカに行って、じゃああなたがなんとか責任取ってみたいな、そんなようなこともあって坂戸をまあ引き受けて、そして非常に田舎の偏僻なところにある場所ですけども、でもそこでも神様の境を見ることが
そうですね、できて、天下の坂戸教会というのを、そんなことは豊かな祝福を、そして、はい、まあ、畑の中の一軒家のような教会でいらっしゃったと聞いてますが、はいすはい、周りに町ができていくと、そしてまた人々が車でも、また自転車でも、みんなやってくるような素晴らしい教会を、田舎ですからね。ね、あの駐車場だけ広く取って、うん、であの1000坪ぐらいの、ね、うん、駐車場はあるんです。そんなに大きかったんですか。で 車でないと来れないような場所なので、でもどこででもね、神様が働いてくだされば、ね、こんなところにどうして人が来るんだろうみたいなことでも神様がしてくださるっていうことがありますね。 そして、まあ、気づいてみたというのは変な表現ではありますけども、おそらく先生はもう本当に一生懸命伝道のため、そして教会形成のため、しかも自分の教会ばかりではなくて日本中のすべての教会のため、キリスト者のためにですね、東方戦争しながらご奉仕をしてこられたんですが、気づいてみたらば40年という。そうですね、はい、今もう若々しくしいらっしゃって、いや本当教会でも伝道者としての先生もそうでしたけど、50年というね、お祝いをしてもらいましたけど、もう60年にもなりますですもんね。本当に気が付いてみたらということで、振り返ってみると本当に足りないことばかりで恥ずかしい、本当に生涯かけてどれだけのことができたんだろうかと思うと、申し訳ない、恥ずかしい思いでしかないですけどね。先生がそうおっしゃられたらしたらば、日本中の教職にして、誰が何と言ったらいいのかと思うほど、先生は牧師の中の牧師であられ、伝道者の中の本当に最たる伝道者で、本当にですね、日本宣教のため、また日本宣教を基盤としながら日本を代表するところの世界の伝道者としてご活躍をいただいてね、本当に恥ずかしいです。先生は先生を前にしてはこんなことを言うと先生にお失礼かもしれませんけども、本当に日本きっての名説教者でいらっしゃって、まあ、信徒の方々が村上先生の説教ならばというほど分かりやすくて、しかも深くて、心に届くという名説教者でいらっしゃるわけです。まあそういう先生が、おそらく、テレビを通し、ラジオを通し、あるいは文章を通し、またいろんな伝道の集会に各所に、お行きになられて、福音を説き、そのメッセージを聞いて恵みに預かられた方々の数をもし集計したら、これは大変な数になると私は思っておりますが、本当にありがたいことです。そんなことありません。本当に私はなんか自分を卑下したような言い方をすると、へりくだり傲慢みたいなあれなんですけど、私は子供の頃から、その私もたまには謙遜してみたいものだって思ったことがある。それは謙遜する材料がないっていう例えばその字を書いて、先生は字も非常にお上手で綺麗ですけど、私は字を書いてももう本当にびっくりするような字しか書けない、絵を書いてもえってびっくりするような字しか書けない運動して強い速いわけじゃない、何かが特別秀でてるっていうものが何もなくて、できていて、いや私はっていうのは謙遜ですけど、私はもう本当にたまにはイエーって人からできるんじゃないって、いやいやって言ってみたいだけど、その材料がないって子供の頃から本当に思ったんですよ。で特に人の今こうやってお話しする務めを与えられているわけですけど、話すっていうことが 2,3 人人がいたらなるべく避けて通る、で
自己紹介で自分の番に来るとどもって僕が信一って言いにくいんですよね。信一ですって自分の名前ぐらいはっきりとか言われていよいよ自信失って私は人の前で話ができない人間ってずっとこう思い込んでいましたから、だから、これは村上先生の 歌っていうふうにうちの教会でも言ってるんですけど、地の塵に等しかり何一つ取り得なしってありますね。これが本当に私の歌で、地の塵に等しかり何一つ取り得なしって、だから私の取り得は取り得がないことだって言われて、取り得がないことが私の取り得で、自慢することは何もなくて取り得がないこと、パウロが言うようにキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇るって、ですから私の自問は自分の弱さ、取り柄のなさで、ですから本当に神様って素晴らしい、もう取り柄のない、誰から見てもどうしようもない、そういうものを神様はどこかに当てはめて使ってくださる方だっていうことを思って、本当に神様ありがとうございますっていう、ね、だからでも神様は本当に、素晴らしいお方ですね。なんて言いますかね、口下手でちょっとどもっちゃうみたいな話すことが苦手なものがもう随一の名説教者と呼ばれるお方に押し立て上げになられる。また本当に取り柄なしとこの思いなさっていらっしゃる、そのところにこそ真の謙遜ありきで、そしてそれをむしろパウロじゃありませんけども何一つ誇らせないために、神様は徹底的にそういうふうにこの見せて作るというか、そしてその分イエス様だけを見事に表される、大写しされる、そういう神の偉大な器に押し立て上げられて、イザヤ書の43章にありませんけれども、主は本当にね私たちをこの仕立て、そして完成するという、新共同訳でそういう訳になってますが、本当に神様は先生を召し、かつこのそのように押し立てになられて、そして神様のもう一番最高の何て言うかしら傑作に、完成をなさって、そのものをなんか身につけて歩んでらっしゃるよ。いやいや先生からおっしゃられるとご覧になっている方も誤解されるんじゃないかって本当に思うんですけど、全くそういうような何十年っていう信仰生活をしていながら、伝道者の生活をしていながら、なんて貧しいというか乏しいというか、品性とか人格とかそういうふうなことから言ってもですね、ああこの程度で終わるのかなっていうふうにね、いやいやいや思わされて、もう恥ずかしい限りです、ですからもう先生が本当に、趣味よって輝いてこのおられるように皆には見えて、モーセのその顔にベールをかけなければならないほど輝いた神様の器でいらっしゃるんですが、本当に私たちとして先生がこの度のこのセレブレーションオブラブラブウィズフランクリン・グラハムですね、この大会のご責任を担って、この首都圏に大きな祝福を、それは日本全体の祝福ということにつながっていくわけですが、どうぞ先生いよいよご指導を賜りたいと思います。今先生がですね、そういう中で一番この視聴者の皆さんに、あるいは諸教会にですね、この訴えたいような思いがありましたら、この番組の最後に一つ先生おっしゃっていただいて結びたいと思います。武道館で、
フランクリン・グラハム先生の説教が聞ける、うん、そして世界の名だたるミュージシャン、うん、そういう方たちが来て、くださる、まあ、これはぜひ行かなきゃっていうふうに、思ってくださると思うんですけど、うん、今回のセレブレーションのモットーはやっぱり教会から始まって教会に終わる、教会に帰るという、教会を通して、うん、先ほどおっしゃっていただいたように質のあるクリスチャンが誕生するようにという意味では祈られて、祈ってそして導く方たち、その方たちがそこに大声でなるようにという願いを持っていますので、教会を通して、教会がこのことを通し、このことに参加してくださって、そして今回の大会で終わるのではなくって、みんなでもう日本の選挙のためにスクラムを組んで手を取り合って前進していきましょうよと、一つの本当に団長になりたいというふうなね思いが あるので、ぜひうちの教会はどうなんだろうって、もしかしてこれをご覧になっている方でね、そしたら先生うちの教会は参加してますよねっていうふうに声かけてくださって、で教会を通してこれにどんどん参加していただいて、このことを通してその実が教会の中で実るようにということを願いますのでね、そういう意味ではぜひ多くの方々が参加してくださる、それはできるだけ教会を通してという意味で、それは決してその教会という中で縛って制限してという意味ではないのですけれども、意図としては本当に教会の方たちがこのことを機会に祈って導く、うん、そしてそうした中で教会の中でまたフォローされて実を結んでいく、そしてこのことを機会に教会が力を合わせてこれからなお選挙のために力を合わせていくというその出発になることを願っていま す,、うんですね。はい、以前日本のプロテスタント宣教の150周年の記念の大会を、はい、本当に日本の全体教会が教団教会を超えて、はい、連帯して持ったことがありましたね、はい、責任者の、ね、お一人でしたけど、はい、最後の時の大会宣言でね、はい、この何としても日本の 0.1% にも満たないという、はい、クリスチャンの少ないこうした状況を見るとき、しかも先も申しました通り日本の社会って本当に極めて、この落ち込んでいく、そうしたものを本当に主に、私どもがお導きするために、本当に教会が皆こうした働きのために、宣教のためにはそうですよ、ね、みんなで熱い思いで祈り、はい、一つになって、はい、信徒も教職も立ち上がっていくという、今こそすごい大切な時代ですよね。そうですよね。まあ、今回のこのことがそういうことに対してのまた大きな突破口になるといいと思いますね。はい、はい、そういうふうに期待しておりますので、よろしく。先生はほど申し訳ない、副会長などとね、いやいやいや、申し訳ない、申し訳ないですけど、先生がお助けくださいますのでぜひまたよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。本日は先生お忙しい中割り込んで、ありがとうございました。いろいろ勝手なことをお話ししてしまいましたけど、いやいや、楽しい時を本当に感謝をいたします。ありがとうございます。皆さんいかがだったですか。身を乗り出されるようにして、楽しく先生のお話をお聞きになったのではないだろうかと思います。それにしても神様はなんと偉大なお方、イエス様はなんと素敵な素晴らしいお方でしょうか。先生をお話をいただきましたような、そのような生涯をこうおたどりになるべく、神様ご自身がすべて先生の人生のそうした途上途上にご自身の御手を述べられてですね、このようにしてご自身好みの偉大な神の器をお仕立てになられていらっしゃるんですね。私はその神様のお手並みを、何か先生のご生涯を伺いながら拝見したような思いがいたしますが、そのように神様から愛され、そしてしっかりと御手に握られている神の聖なる器、
村上先生のお話いかがだったでしょうか。先生が最後にこういう実は色紙を残してくださったんです。キリストの力が私を覆うために、むしろ私は私の弱さを大いに誇ります、まあ、お話の中でも先生はこのことを最後の方の場面でお話しくださいましたね。そこに先生の私は大なるご謙遜を、美しきご謙遜を見せられる思いがいたしました。さあ皆様の上にも日々主が先生になされたと同じように御手を述べて神様のみの素晴らしい人生を皆さんのためにご用意くださっているんですね。どうぞ主にいよいよ添い立てますになさって、その生涯を歩んでください。祝福が皆さんに豊かにありますように。ごきげんよう。さようなら。この番組は神様の家庭を建てる父の学校提供です。